起用に応えました上田。ターボックスと村上。やっぱりきっちりこうあまり離れてないですね。さあこの打球は高く上がってフェンスいっぱい、どうかな、超えた。グラシアル一発。高橋さん。加点が待っています。昨日からこれ3度目のノックアウト、これ打った瞬間、ああもう普通のフライかなと思うんですけど、最後の押し込みがライトへ大きな当たり、これはライト見送りました、入りました。ビシエドにホームラン。昨日は2アウトを取った後、ドラゴンズ4番に打たれました。大きな当たりを打ちたいところ、打ちました、ライトへ。その相性の良さはそのままいきます、スタンドへ届きました。今日もマーティング浅輪打ち、20号到達ということになりました。はい、マーティンがホームランを打てばロッテは10連勝。あとタイミング合うでしょうね。例えば考えるのであれば、なんか同じ球種をずっと続けるとかね、はい、例えばインコースの真いや高めをずっと投げ続けるとかね、まあ、低めに投げれてるのがね、まあ、一番いいんですけど、これは左中間へ打った瞬間、どでかい、外を狙った球ですか。そうですね、それがまあライトです。下がっていく、ライトまだ下がる、まだ下がって、一発が出ました、デスパイネ今シーズンの第1号。戻ってきて2試合目、先制のソロホームランです。これもライトへ伸びていく、この打球も2本目が出ました、デスパイネ追加点となります、3ランです。今度はライナーでライトスタンドへ、今日今シーズンの第1号が出て頑張ったんですが、最後は空振り三振、3対2で試合終了、ドラゴンズが連敗をストップしたという。この回先頭のデスパイネ、レフトホームランテラスへ3号ソロホームラン、ホークスが3対2勝ち越します。